こんばんは。5月27日報道1930松原浩司です。富山恵里です。解説は国際情報誌フォーサイトの元編集長堤真一さんです。よろしくお願いします。さて、日中韓サミットが今日行われました。4年半ぶりに実現した最大の理由は何か、そして中国はなぜ日本に融和的な姿勢を示しているんでしょうか。また韓国はユン大統領になって一気に日米との距離を縮めたんですが、中国に依存する経済の現場では悲鳴が上がっております。さらに習近平主席の夫人が軍の幹部に就任したと報じられているんですが、汚職による粛清が進む軍になぜ夫人を送り込んだんでしょうか。今日は中国と韓国の足元を読み解いていきたいというふうに思っております。今夜のゲストをご紹介します。元駐中国大使の宮本雄二さんです。よろしくお願いいたします。続いて外交安全保障とアメリカ政治が専門の明海大学教授小谷哲男さんです。よろしくお願いいたします。そして政治部で首相官邸などを担当した後、韓国に駐在、2015年からはソウル支局長を務めました、日本経済新聞上級論説委員兼編集委員の峯岸博さんです。よろしくお願いします。報道1930では番組ホームページや動画サイト、公式 SNS でも情報を発信しています。ぜひご覧ください。はい、日中韓サミットが今日ソウルで開かれて共同記者会見をしている様子であります。この日中韓のサミットというのはなんと4年半ぶり。じゃあなぜ4年半も間が空いてですね、間が空いて、しかも今回実現したんでしょうか、田山さん。はい、日本、中国、韓国の3カ国による首脳会談では4年半近くにわたりストップしていた日中韓 FTA の交渉再開で合意しました。これは東アジアの自由貿易協定を上回るハイレベルな関税撤廃を目指すものです。こうした中国の歩み寄りの裏には何があるんでしょうか。アメリカのバイデン政権は中国に対する制裁関税の強化に動いています。今月14日には EV の関税に対して現在の 25% から4倍の 100% へ引き上げるなど、7つの分野で大幅な引き上げを表明しています。また今月24日には適用が猶予されていた429品目の大半で関税上乗せを復活させることも発表しています。さらに G7 財務省中央銀行総裁会議は共同声明で中国を名指しし、過剰生産に懸念を表明しています。補助金など国の支援を受けた中国企業が EV などを過剰生産し、安値で輸出攻勢を仕掛けて市場を奪うことを強く警戒しているんです。はい、まずは宮本さんに伺いましょう。宮本さんはこの日中韓のサミットの、まあ、成り立ちに現役で関われ、外交官で関われた。2009年の第1回目の時にね、ちょうどあの北京ではにいましてね、それがその福岡、私のふるさとの福岡で開かれて、北京から福岡に飛んでですね、第1回のサミットに参加した光景、今でもはっきりと覚えてますけども、やっとこさ日本と中国と韓国がですね、自分たちの問題を自分たちで話し合う場を作った、うん、それまではですね、日中韓と ASEAN の首脳会議の場を借りてですね、端っこで日中韓の首脳会議をついでにやってたんです、はあ、なるほど。それなくて日中韓の問題は自分たちだけで話すための独立した首脳会談の第1回目は実はその時だったんですね。そのこのサミットがですね、4年半開かれなかったのはなぜか、そしてなぜ今回じゃあ開かれたのか、どう思われますか。やっぱりですね、その一番大きな問題は中国が対外関係の修正をしたということですね、うん、それはあの22年の秋の党大会でですね、はい、その後に間違いなくそれまでの先導外交から微小外交に転じるんですけども、うん、その最大の理由はやっぱり経済ですね、うん、から2つ目に安全保障。22年の党大会前にペロシ下院議長の台湾訪問があって、あそこで大変な軍事演習をやりまして、はい、あれはアメリカを強く刺激して、アメリカから警告を発せられたに違いないと思いますけど、安全保障面でも米中は厳しい、うん、経済もうまくいかない、うん、米中が厳しければ当然西側と中国との経済関係にも影響してくる、すなわちデカップリングが進みますから、うん、そういう危機感から対外関係を修正して、そしてその 日中韓の三国にも道を開いたんですが、韓国と中国の関係がですね、あのごたごたしてたんです。すなわちユン大統領になってですね、中国に簡単に譲歩しないという姿勢を取ったんでですね、うん、それに中国が反発をして、はい、韓国に対する圧力を行使したんですね、はい、それがあったもんですから、日本側から早く日中韓やりましょうよと言っても、ちょっと待ってくれ、韓国との関係調整中だと、中国はそういうわけです、そういうふうに少なくとも日本には釈明をしてたという話を聞きますんで、韓国との関係がこれでも行くしかないという判断を決めて最終的に進んだんだと思いますが。そうですか。峯岸さん、はい、ちょうどですね、この FTA の交渉再開、この FTA の完全の撤廃、これ完全できるだけ減らそうじゃないか、十分、ね、しようじゃないかという、こう進めるじゃないかということで、一方で今紹介したようにですね、アメリカから制裁関税強化されて、はい、G7 の中央銀行の総裁会議、財務大臣、市場を奪われるんじゃないかと、一気にこう攻撃というか、批判されてたわけです、はい、この中でどう思われる、はい、これあの中国にとっての日韓の重みが非常にここにきて増してるっていうことなんですね、うん、あのやはり中国にとってみると、アメリカとあの欧州とですね、対立している中で、やっぱ日本と韓国というのは域内のですね、非常に大きな貿易相手国だと、うん、まあ、これまでは少しこう揺さぶりなんかをかけてたんですけども、やっぱりポイントになったのは去年の夏のキャンプデービッドの日米韓の首脳会談がございまして、はいはいはい、あそこで韓国が明確にですね、日米とまあスクラムを組んでインド太平洋の、 あの地域の安全保障経済連携を強めたんですね。これに中国が非常に刺激を受けまして、うん、まあ、これはもう日本と韓国との間と喧嘩している場合じゃないなということで、うん、まあ、一気に経済面で日韓に近づいていったと。そこから日中韓の首脳会談も一気にその準備が進んでたと、はあ、そう理解してます。なるほど。小谷さん、いかがですか、まあ、アメリカはこういう制裁をかけてる最中、アメリカはこの日中韓の
このサミットどう見てると思いますか。あのアメリカが一番注目していたのは北朝鮮問題で、この3カ国が果たして足並みを揃えられるかどうかでした。なるほど。で、まあ、2019年の最後 の前回のサミットでは、うん、北朝鮮の完全な非核化が共通の目標であるということを確認したわけですけれども、うん、で今回韓国が用意していたドラフトもそうなっていたようですが、うん、結局最終的に出てきた中身はそれぞれの立場を強調したということで、この完全な非核化がもう共通の目標ではなくなっているということですから、やはり北朝鮮問題で一歩、下がってしまったということだと思います。それ中国ということですか。中国ですね。まあ、アメリカからすれば、まあ、やっぱりキャンプデービッドうまくいったので、日韓がそう簡単にこう中国に足元を見られるというようなことはないというふうに今回かなり自信を持っていたようですけれども、うん、まあ、一方でこの北朝鮮問題で、中国がどこまで歩み寄ってくるのかというのをむしろ見ていて、で、まあ、アメリカとしてはやっぱり、まあ、想定通り中国はやはりこちら側には寄ってこれなかったというふうに見てるんだと思います。そうですか。宮本さん、さあこれ毎年のようにできるのかどうなのか、そこがポイントだと思うんですけど、どうですか、継続できますか。私はね、日中間のこの3国のメカニズムができた時にですね、大きな利点はね、 2国じゃなくて3国だと、うん、大体ね、もう常に争いがあるわけです、うん、日中間はこの隣国同士は、しかしそのうち1カ国はね外れるわけですね、うん、外れるとその1カ国がまあそうは言ってもらうと、話し合いしたらどうですかと、そういうのが機能するということで、倍でガタガタする日中間の間を3カ国にすることによってですね、もう少し円滑に進めることができるというのを期待してたんですね、うん、ところが中国日韓と悪くなってしまってですね、で今度中国がなかなか入ってこないと、こういう構図になってしまったんで、この構図が日韓が悪くて、どうしかというと中韓が近い時と、今度は日韓は近いんだけど中国が遠い、それぞれの入り乱れるわけですね。まあ、ただですね、中韓が悪くて、それでちょっともたもたしてる時に、日本はね、相場やずにやろうよと、そういう仲介役を今回やってるんですね。なるほど。だからやっぱり3ついるということはですね、プラスなんですが、ただ我々は隣国であるということは、それだけそれぞれの国との関係の問題が国内問題に簡単に転嫁するんですね。遠いところで起こっている問題は国民もあまり関心ありませんけども、近くの問題は必ず国民感情に響きますから、そうするとですね、国民感情に響く問題が生じてしまうと、この3カ国まで影響を受けて、そうしないようにしなければいけないということで、こう出発点の時に私は強くそれを望んでたんですけども、結局そこを克服できなかったということだと思うんですね。そうです。今回も定期的にね、会談するということを合意されたようですから。合意した、はい、分かりました。それではですね、この今3カ国見ましたが、中国はですね、これバイの会談、日本とバイの会談もやったんですが、中国はどうも日本にかなり融和的なように見えるんですね。なぜなのか、富山さん。はい、日本と中国の動きをまとめました。まず先週、台湾周辺で行われていた中国の軍事演習です。アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問した2022年には、日本の EEZ 排他的経済水域内にミサイル5発が落下していたんですが、今回は報告されていません。そして明日、中国共産党の外交を担う中央対外連絡部のトップ、劉健兆部長が就任後初めて来日し、与野党の幹部とそれぞれ会談する方向です。また最大の懸案である原発処理水の海洋放出を受けた中国による日本産水産物の輸入禁止措置をめぐっては、日中の首脳会談で撤廃には応じないものの、外交当局の事務レベルでの協議加速で合意しています。これもちょっと宮本さんにまず伺いたいんですが、この劉健兆部長というのは、共産党の外交トップが明日来日で、つまり今日3カ国でやったばかりなのに、いきなり明日も来られるということなんですが、どのぐらいのポジションの人だと思ったらいいんですか。党の中央委員ですから、まあ、大臣クラスですね。大臣クラス、それもともと外交部出身で、記者の方々もよくご存じだと思いますけども、いわゆるスポークスマン、新聞担当をし してたんですね。だから彼はそれから今対外連絡部に行って部長をしてて、よく奥さんの後任は彼じゃないかと言われるぐらい、中国の外交界において一定の重みを持った人物というのは間違いないですし、その人が日本に来るというのはもう間違いなく日本との関係改善に明確なシグナルを出しているということだと思います。その前にですね、対外友好協会であるとか、中国の対外窓口の幹部が陸続と日本に来てるんですね、うんうん、ですから日本に来て日本との関係を改善する、その糸口を作ろうということで、政府以外の部門がですね、これはもう党の外交のトップですから、うん、日本に来て打診をしていろいろ関係改善を図ろうとしている、これは間違いないと思います。そうですか。峯岸さん、はい、なぜ今中国は日本をこう融和的になっていると思いますか。はい、まあ、非常にしたたかだと思うんですよね。日中間首脳会談 この交渉過程では、うん、韓国や日本に対して非常に厳しい態度を取ってたんです、うんうん、それが実際にソウルに足をつけた途端にですね、まあ、微笑外交というかですね、うん、まあ、韓国の世論に対しても、まあ、中国はそんな悪い国じゃないんだぞと、まあ、そこが中国 のしたたかなところだと思うんですけども、うん、今回もですね、うん、まあ、人材交流だとか投資の拡大とか、うん、まあ、結局中国が欲しいものを取ってですね、まあ、日本が求めているここに書いてある水産物の禁輸とか、あとはまあ日本人の中国での その安全性とか確保とかですね、うん、そういうところで実際には何も譲ってはないですよね、うん、協議するということで、はいはい、やっぱりそこは中国として今のタイミングでは日本や韓国と距離を詰めた方がいいなということで、少し融和外交を見せているんだという、うん、私は捉え方しています。小谷さんはこの EEZ にですね、日本の EEZ に今回狙わなかったと、落ちなかったということ、これをこの演習の時もうすぐツイッターで打たれてまして、注目されたんですよ、ここね。まあ、今回の演習をどういう形でやるのか、うん、というのを見ておりまして、はい、でまあ、そもそも2022年の場合は日本の EEZ にまたぐ形で演習海域を設定しましたし、はい、また与那国島のすぐ西側にももう一つ設定していたの で、はい、でしかもそこに弾道ミサイルを打ち込むということだったんですが、うん、今回はその2つの演習海域もなくしましたので、うん、
そもそも日本にこう直接影響を与えるようなことは、うん、まあ、起こりえなかったということですけれども、まあ、そこにはやはり日本に対する配慮というのはあったと思いますし、うん、まあ、この首脳会談も近いというのもあったんでしょうが、まあ、ただ他方でより台湾に対する圧力を強めたという側面はあったと思います、うん、あの送った航空機や艦船の数はこれまでで最、一番多いですし、さらには金門島を含めた離島に対しても、うん、訓練を行ったということで、はいはい、より台湾に圧力をかけて、しかし日本には、配慮するという形でこう台湾を孤立させる、そういう狙いがあったんだと思います。宮本さん、この劉県庁、先ほど伺いましたが、与党幹部じゃなくて与野党幹部と会うようなんですが、いつもこういう感じなんですか、それとも今回は政権交代があるかもしれないという、そんなことではないんですか。そういうことでもなくて、すなわちその対外連絡部というのは政党間交流なんですね。例えばこちら中国共産党、それに対して各党とやるということですが、はい、常に野党は常に野党が入ってる、野党と対話をいたしておりました。ただ先ほどもですね、この日中間の話にちょっと戻りますとね、うん、やっぱりね、中国もこの地域を安定させないとね、話にならないわけですね。ですから彼らもその日中間というこのメカニズム、単に手段戦術として上手に使ってやろうということではなくて、うん、やっぱり本当にこの地域を安定させなきゃ、中国経済だけじゃなくて安全保障もということですね、はい、したがってだから単に今現時点を戦術的に上手にやろうとしてやってるという側面がゼロだとは言いませんけども、しかし同時にこの地域を安定させると、そのためには日中間が話し合わなきゃ、我々もそうなんですね、うん、この地域を安定させるためには日中間が話し合って、ちょっと一定の結論を出しませんと、うん、ヨーロッパとかアメリカには申し訳ないですが、この辺りの地域をどうしますかと相談するわけにいきませんね、はい、やっぱり当事者では我々は話し合う場があって、そして4年半ぶりですけど実現したというのは責任は意義が大きいと思いますよ。ちょっと堤さん、これらの議論どう思いますか。そうですね、その劉県庁氏について多少補足するとですね、うん、さっき宮本さんおっしゃったように中連部、まあ、対外連絡部というところのトップで、まあ、外国の政党と、まあ、例えば共産党政権がある、うん、がやってるような国のその党と党のこう連絡を取り合ってきたあれなので、非常にその、まあ付き合いが多い人だと思うんですけど、その中でもやっぱ割とこう穏健派でですね、まあ、王毅氏が非常にこわもてに臨むことが多いのに対して、うん、彼はどっちかというとその柔和な姿勢でですね、まあ、非常に外側から見たら期待の高い人なんですよ、うん、で今回もその与野党だけじゃなくて引退した政治家にも会うとか、あるいはメディア関係者にも会うとかですね、中国大使館筋の話に言うと相当いろんな人と会おうとしていて、うん、いろんなことをまあ汲み取って帰っていこうとすると思うんですけど、まあ、日本の政権交代を視野に入れてるかどうかは分かりませんけども、うん、この人物がここで来たということにはその日中間サミットと合わせて意味があるんだろうなと思いますね、うん、はい、はい、日中間のサミット4年半ぶりに開かれた、これ実現したのはやはり中国側の事情ということが大きいようでありますが、その中国の李強首相なんですが、ちょっとこれをご覧いただきましょう。実はですね、ソウルに行って半導体大手のサムスン電子の会長とこう40分にわたって会談をしたようなんですね。さて、これどういう意味があるんでしょうか、富山さん。はい、日中間サミットのためソウルを訪れている中国の李強首相が昨日ソウル市内のホテルで半導体の世界大手サムスン電子のイ・ジェヨン会長と会談しました。今回の滞在中に個別面談した韓国企業はサムスンだけだといいます。中国外務省によりますと、李強首相は中国の大市場は常に外資系企業に開かれている、サムスンなどの韓国企業が対中投資協力を引き続き拡大し、中国の新たな発展がもたらす新たなチャンスをより多く共有することを歓迎するなどと話したということです。はい、これは峯岸さんに伺いましょうか。李強さんが滞在中に個別面談した企業はサムスンのみと、これ何を意味していると思いますか。はい、李強首相はユン大統領と会った直後にですね、すぐサムスンに向かったんですね、うん、やっぱりサムスンはまあ半導体のまあ大きな企業ですけども、うん、まあ、中国に非常に多くの投資をしている、うん、で私ソウルに駐在していた時にムン・ジェイン大統領が当時訪中してですね、はい、非常に莫大な投資を約束して、まあ、非常に多くの工場が、まあ、中国に残ってるんですね。で一方でアメリカは、まあ、対中、まあ、関税の引き上げなどこう規制をしてます、うん、まあ、それに中国は非常に危機感を覚えてますので、うん、やはり韓国を代表するグローバル企業、しかもその半導体のトップのですね、サムスンを自分たちのところに、まあ、巻き込むためにですね、わざわざ自分がサムスンのトップに会いに行ったと、まあ、これ中国の危機感を表していると思います。つまりアメリカからかなり半導体やられてるし、そうです、サムスンもサムスンでなかなか中国を袖にできない、うん、まあ、たくさんのもう工場も施設もありますので、まあ、これからいろいろな国にアメリカをはじめ分散しようとはしてるんですけども、うん、しばらくの間やっぱり中国と仲良くやっていかなければですね、それは経営に大きな打撃がきますので、そこは応じざるを得ないと。なるほど、そういう意味で韓国はですね、やはり中国アメリカとの間で揺れてる部分があるようであります。韓国の経済の現場を取材するといろんな声、悲鳴にも近い声が聞こえてきました。ご覧いただきます。アメリカの政策にただ従うだけで中国と仲も良くないし、ロシアとももちろん良くはありませんよね。それらが相当な影響を及ぼしているのだと思います。こう話すのは30年ほど前からソウル市内で国内の食品産業向けのバルブなどを作る工場を経営するイムさんです。イムさんの工場がある町ムンレドンはソウル郊外に位置していて、古くから製造業が盛んでした。脱中国を掲げるユン・ソンニョル大統領が誕生し、中国へ輸出していた企業の売り上げが減少、その余波がこの町に来てシャッターが降りている工場ばかりになっています。中国との関係が良好であってこそ韓国が発展するんです。アメリカの顔色を伺ってばかりではうまくいかないと思います。
それに台湾の問題に不必要に割り込んで出しゃばってはいけないと思います。そうすると中国と韓国の仲が悪くなりますよね。いくらアメリカに従うと言っても韓国は韓国なりに実益を見出すこともできるのに、わざわざ中国とギクシャクする必要はありませんよね。それなのにユン・ソンニョルはバイデンに従ってやっていることは理解できませんよね。また別の金型を製造する会社の経営者は、中国から一旦手を引くと戻れないと言います。散々です。散々なほど仕事がありません。以前は韓国で金型を製作して中国に出していたんです。ですが中国に金型の業者がいるので、そっちにたくさん仕事を奪われたんです。そんな中、本日行われた日中韓サミットでは、日中韓が FTA 自由貿易協定の交渉加速などを盛り込んだ共同宣言を採択しました。韓国、日本、中国の3カ国はこれまでグローバル化を進めて自由貿易の多国間体制で共に繁栄し大いに発展してきました。しかし最近の傾向を見ると、脱グローバル化と保護貿易主義の傾向がますます強まっている状況です。3カ国間の協力を推進するために設立された国際機関、日中韓三国協力事務局のイ・ヒソプ事務局長。保護主義になりがちな米中関係ですが、それを打破するために日韓で中国ともアメリカとも別々の共同体を作ることが重要だといいます。実は今全体的に見ると、日米韓の三国間の協力体制は、ある意味一言で言うと安全保障共同体と規定することができます。また日本、韓国、中国といった北東アジアの空間で生活するこの三カ国の協力は、一種の生活と経済共同体だと規定することができます。実際にはよくご存知だと思いますが、朝鮮半島と北東アジアの安保不安、北朝鮮の脅威やさまざまな状況から見ると、この安保共同体は必要不可欠なのです。そして今まで私たちが